2020年東京オリンピック・パラリンピックを一つの目印にしながらですね、その2020年早期にお客様に対して自動運転バスを提供できる状況に持っていきたいというふうに考えております。人口がどんどん減ってきていますので、空港の運営自体が成り立たなくなるんだろうという、こういう危機感を持っておりますので、そういう意味では今からそういった新しい技術、自動化を導入しながらですね、やっぱりより少ない人でオペレーションできるような状況を今からでも作っていきたい必要があるというふうに考えています。